こんにちは、リリーです。さて今日なんですけれども、こちらに見えています、これ新しい M5 手帳をお迎えしてしまったので、そちらの言い訳っていうか、その経緯と、あとね、こちらのセットアップ簡単にやっていきたいと思います。よろしければ最後までご視聴ください。ということで、言い訳大会が始まるんですけど、こちらね、新しい M5 の手帳、なんとデコナちゃん第2号をお迎えしてしまいました。デコナちゃんと言いますと、私の動画をね、ずっと見てくださってる方は、薄紫のね、デコナちゃん、すごく馴染みがあったかなと思うんですが、ちょっとね、そちらもボロボロになってきたっていうことで、この間ね、こちらのヘリテージ、コーチマンに変えたところなんですけど、こちらをね、もう新たに使っていこうとしているタイミングで、また新しい手帳をお迎えしてしまったのは、一体なんでなのかっていうことですね。ちょっとね、こちらをね、見ていただきたいんですけど、私ね、こちらの手帳に、ちょっと推し活をね、してますよっていうことを、この間動画で言ったと思うんですけど、こういう感じでね、M5 のリフィルに、インスピックで印刷した写真を貼って、で、文字をちょっと書くっていう、このスタイルが、なんかすっごい、なんて言うんでしょう。なんか気が楽な感じで、こう、推し活ができるっていうのでね、最近すごくいいなって思ってるんですけど、なんかね、このやり方でやっていくと、いいことではあるんですけど、どんどん推しページができるんですよ。で、どんどん推しページができるとどうなるかっていうと、この手帳がパンパンになってしまうんですね。まあそりゃそうやろって話なんですけど、この手帳に関しては推し活の手帳というよりかは、普通にこう雑記メインで使っていきたいっていう手帳なので、ちょっとね、あんまり推し活のページが増えすぎても困るなっていうのと、いやでもやっぱりこのね、 M5 で推し活をしたいなっていう気持ちがせめぎ合った結果、あ、それやったら推し活用にもう一冊 M5 手帳買ったらいいやんってなりました。うん、短絡的ということなんですけれども、それでね、なんか何がいいかなっていろいろ見てたんですよ。そしたらこちらのね、デコナちゃん、やっぱりいいかなと思って、こちらをお迎えしました。それでこちらを選んだ理由なんですけど、私はアマゾンさんで買ったんですけど、この手帳が2400円ぐらいになってて、もともと多分3000いくらやろ、3500円ぐらいとかだったかなと思うんですけど、それがね、なんかめっちゃ安くなってたよっていうのと、あとこの色なんですけどね、普通にピンクとかもあったんですね。それで私ピンクが好きなんで、ピンクにしようと思ったんですけど、ちょっとね、見ていただきたいのが、こちらの手帳の中を見てもらうと、ここにピンクがあるんですね。で、このミントグリーンとピンクの色合いっていうのが、さっきから映ってるんですけど、BE:FIRSTの私の最推しのシュントくんの、このバイグッバイっていう曲の時の衣装が、まさにこの色なんです。このね、なんか上に着てる、なんかベストか何かが、このミントグリーンで、中に着てるシャツがちょっとわかりづらいんですけど、ピンク。ということで、めっちゃシュンちゃんやんってなったんで、これにしました。それで、ちょっとね、こちらをね、試していきたいなと思うんですけど、まず、これね、そのバイグッバイの CD についてたね、クリアカードなんですけど、これが、ここに入ったら神やなって思うんですけど、ちょっとやっていきます。いや、もう最初から試しとけよって思うと思うんですけど、これね、開封をね、動画でしようと思って、ちょっと待ってたんですよ。っていうことで今、初めて開けました。っていうことなんですけど、いやー、そうやんな。デコナちゃん最初こんなんやったなと思って、なんかちょっと懐かしんでます。で、今まで使ってたデコナちゃんは、この、ちゃんとベルトがあったタイプやったんですけど、今回はね、このノートタイプでもうパカ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 するんで、ちょっとね、どうしようかなって思ってます。はい。ちょっとね、一通り外してみましたので、ちょっとね、入れてみたいと思います。これもともと入ってたビニール袋なんですけど、このままいけたらいいんやけど、どうかな。あ、なんとか入りましたね。でもどうやろうな、これない方が綺麗かな。クリアカードやけん、やっぱり。あ、そうですね。ビニールない方が綺麗なんで、うん、
もうこれでいきます。それでもしここを入れ替えたくなったら、まあ普通にカードスリーブとか使おうかなって思います。ということで、もうね、このね、しゅんとくんカラーの手帳にしゅんとくんが入ったことによってめっちゃ完璧になったんですけど、私推しが多くて、しかも推しがその3次元のアイドルさんだけでなくて、普通に2次元、そして馬まで幅広いんですね。ということで、やっぱり推し活っていうのは好きなものをめでるっていうのが推し活やと思うんで、好きなものをどんどんと入れていける手帳にしていけたらなと思っています。それで中に入れる内容なんですけど、実はちょっとまだ決まってなくて、でもちょっとね、2個ぐらいここに入れたいなって思うものを作ったんで先にお見せします。こちらです。まずこちらなんですけど、これね、クリアファイルをいい感じに切って、でこういう感じですね。それでここだけちょっと切れ込みも入ってるんで、こうつけた時にね、ここがね、パチパチっと開くような感じで、なんかポケットみたいなのを作りました。でここは何をしたいかっていうと、なんかステッカーとかをこう貼るのはもったいないけど手帳に入れたいっていう時あるじゃないですか。それでここに入るサイズのステッカーだったらここに入れたらね、こういいかなって思って、こういうものを作ってみました。で一応まあこっち表と裏とね、両方入るようにはしてるんですけど、これね、 BE:FIRST のアルバムについてきたステッカーなんですけど、ちょっとね、ほんまにもったいなくて、なんか貼れなくてっていうので、これ大きい1枚なんですけど、このシール自体はちっちゃいものがついてたりするんで、ちょっと周りを切り取ってここに入れれるか試してみたいと思います。その前にね、ちょっとこちらもご紹介しておくんですけど、先日デビューしましたマーゼル、BMSG の新しいグループのね、CD を買ったら、なんと推しのハヤトくんのカードが出てくれて、めっちゃ嬉しかったんで、スリーブに穴を開けて入れたら、結構ね、このカード自体が穴に干渉しない感じやったんで、これでね、ちょっとここに挟みたいと思います。あとすいません、これね、絶対ね、無言の手帳には入らないんですけど、もう一人の推しの海竜くんが、なんとこのでっかい、なんかシートみたいなのが Amazon さんの特典であったんですけど、出てくれて、でね、推し&推しが出たんですよ。で、もうなんでってなって、そんなことあるって思って、めっちゃ嬉しかったですっていうご報告でした。ということで、ちょっとね、こちらのステッカーをいい感じに切って、ここにね、入れれたらいいんですけど、どうかな？これね、3枚組なんですよ。で、ちょっとね、どうかな？ここもギリギリ頑張って切ったらいけそうな気はするんですけど。ね。それでなんか、これは無理かな？この言葉。いや、でも、ギリいけそうかな？でもどうかな？めっちゃギリギリやけどな。端っこ切ったらいけそうな気はするんですけど、このね、英語ね、なんかもう BMSD さんの理念が素晴らしくて、トップを目指すけれども、誰も蹴落とさないっていうことで、そういうことが書かれています。もう、なのでちょっとこれを、どないかしたいんですけど、どうかな？ちょっとやってみます。できました。なんかめっちゃぴったりでした。よかった。それでね、これ一応、まあ取り出せるようになってるんですけど、大きさがね、ほんまにめちゃくちゃぴったりやって、すごいね、感動しました。それで裏はね、こういう感じに入れてます。これもね、1枚ずつ取り出せるようにはなってるんですけど、どうしてもね、この上の2枚が動いてしまったので、こちらのね、貼って剥がせる両面テープ、これで仮止めをしました。ということで、ちょっとね、こちらも入れていきたいと思います。はい、こんな感じですね。入れてみたらね、こういう感じになりました。 OKOK。 それであとはね、やっぱりこの推しページをちょっとこっちにね、移動させようかなと思います。うん、こういう感じですね。あ、めっちゃいいですね。これでね、推しをいっぱい見たいなっていう時にパラパラっとしたら元気をもらえそうですね。それでね、こちらの BE:FIRST のファーストテイクの時の様子を推しページにしたのは、これね、ショート動画でアップするので、もしよかったら見てください。ということで、今回はね、ちょっと短めの動画なんですけど、こんな感じで推し活用の手帳を買ったよっていうご報告でした。
それで今はねまだ中身も全然充実してなくて、もうこんだけしかね入ってない状態ではあるんですけど、これからね例えばお馬さんのこととかもここに入れていきたいし、あとはそれぞれの推しのスケジュールとか、まあそれこそこのね BE:FIRST を混ぜる、あと翔太くんとか、それとお馬さんのなんか次ソダシちゃんはいつ走るとか、なんかそういうのもねこう全部ここにまとめていけたらと思うので、次はねもう少しこう充実した状態でお見せできるようにしたいなと思っています。はい、それではね今日はこれで終わろうと思います。今回の動画が楽しかったよって思ってくださったら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただいてありがとうございました。次の動画でまたお会いいたしましょう。バイバーイ。